皆さんこんにちは、ミリです。今回も幻灯でとある検証をしていきたいと思います。皆さんはフレンドいますでしょうか？まあ僕はもちろんいます。このゲームの探索要素の一つとして協力チャレンジというものがあるのをご存知でしょうか？これは2人のプレイヤーが同時にスイッチを踏むことでロックを解除することができるのですが、フレンドがいない場合はどうすればいいでしょうか？少し考えてみたのですが、そういえばこのゲームは MMORPG。 そうだ、野良さんにお願いすればいいんだ。ということで今回は、協力チャレンジの前に立ち続けたらいつ野良さんがそれに気づいて協力してくれるのかを検証していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。今回検証を行う舞台は、転送ゲート南部の山から徒歩30秒のところにあるタグス山脈。果たして野良の方は協力してくれるのでしょうか？一応制限時間は1時間。果たして野良さんが来るのか。検証開始。さあ、よし、これでね、1個目のチャレンジがクリア。あとは野良さんが来るのを待つだけ。もうマジでダイジェストというか、もう超絶早送りでいきたいと思います。というわけで5分が経過しました。今のところね、もう周りとか音もなかったので、多分ねこの辺誰も通ってないんじゃないかなと思うんですけど、やばい、誰も来ない気がしてきたけど、一応最終兵器は残しているので、まあもう少し待ちたいかなと思います。というわけで10分が経ちました。いや、5分の時と変わらずマジで誰も通らない。結構ね、昨日の段階では人いたんだけどな。ちょっと引き続きやっていきましょう。ということで開始から20分が経ちました。マジで誰も来ないし、気づいたんですよね、1個。この検証めっちゃ暇。というわけで30分経過しました。マジで来ない。いや、こんなにね、人を通らないと思わなかった。というわけで、ここで一つ目の作戦に出たいと思います。今ですね、私がいるのが70ラインなんですよね。ちょっとこれ、数字低い方が人いっぱい来るんじゃないかなと思って、今からですね、ライン1に行ってみたいと思います。多分1ってなんか人多い気がするんだよね。これにかけて、ちょっとライン1で待ってみたいと思います。行きますか。お、満員ですってなった。待って、やっぱりさ、ライン1は少ない。じゃあ、ごめんなさい。ライン2はどうだろう。あ、ライン2もいっぱいだ。待って、これありえるぞ。ちょっと1個ずつ打ってって、入れた入れた、ライン4。これは期待できる。あれ待って。あれあれ待って、あれ、なんでここに協力モジュールないんだけど。いや、音は聞こえる。待って、バグってんだけど、嘘でしょ。バグったんだけど。だってこれ、あと28分さ、いけないんだけど。待って、嘘でしょ。ちょっと一回出よう。あはは、もう、戻ってきた。いや、もうあれからさ、ログアウトしたりしても復活しなくて、で、しかもほら、あの、ライドの30分のクールダウンも、ゲーム終了して起動してもあれ引き継がれてんだね。だから、もう今30分待機して、また70ラインに戻ってきちゃいました。残り30分、頑張りたいと思います。で、次10分経ったら、最終兵器を使おうと考えてるので、もう10分、ここで待機してみたいと思います。ということで、開始から40分経ちました。マジで誰も来ないんだけど。もうみんな何してんの本当に。というわけで、最終兵器を出したいと思います。このゲーム、チャットでですね、ワールドの人に対して、いろいろこう、発言ができるので、ちょっとね、もう最終、ここで呼びかけて、来るのを待ちたいと思います。こんな感じでどうですかね。誰か助けてください。70ラインの161、563という。チャットを打って、でちょっとまあ迷惑になってもあれなので、まあこの1回だけ送って、人が来るか、残り20分間、待機してみたいと思います。送信。いや、これで来てほしい。マジで頼む。お、え、待って、誰かからフレンド申請来た。
誰かがフレンド申請来た。ちょっと待って。これ、あり得る？ワンチャンあり得るかな？45分、残り15分。いやー、ちょっと来ないかな。さあ、残り10分。ちょっと、もう一回だけ送ってもいいかな。もう一回だけ。もう本当にこれラストにします。あんまり迷惑にもなりたくないので。OK、こんな感じ。誰か、ここまで来ていただけないでしょうか。内緒ライン月社長。これで、もう一回、最後送ります。ドン。やった、頼む。本当に、お願い。もうラスト8分。ちょっとね、座標がさ、これクリックできないのが大変だよね。みんな、行こうって思ってもさ、この座標のところまで来るのが大変だったりするかもしれないから。え？待って？誰かから待って？メッセージ来た。やばい、待って。救世主が来るかもしれない。待って。来るかな？やばい。めっちゃ緊張してきた。待って！いたんだけど！いたんだけど！うわ、マジか！来てくれたんだけど！いやー、これはマジで、あと2分だった。これは。はぁ、あ。待って、開ける前に消えたんだけど。待って、どういうこと？報酬まだ開けてないのに消えたんだけど。嘘やん。というわけで、いやー、マジで暖かかった、本当に。ちょっと一応、名前は伏せさせてもらおうかなと思いますが、まあ、もしご本人様がこの動画見ることありましたら、ぜひコメントください。ということで、まあ、今後もこういった検証系でね、もし気になることとかあれば、ぜひ、コメントをください。多分検証するので。また、この時間にちょっとやってた方でね、ちょっとチャット2回ぐらい送っちゃって、すいません。協力してくれた方もわざわざこのために LINE 変更してもらって、すいません。ありがとうございました。本当に。というわけで、また次回の動画を見てください。バイバイ。